東県徳は、随末当初に拡挙した軍友の一人。清川軍、南県に代々農村で佐藤佐を務める家に生まれた。大病7年、陽大が、高栗遠征の挑発を行った際に200人上に選抜された。孫康その反乱に連座し、一族が中殺されると、高取泊企業の指導者講師たちの下に身を寄せた。講師たちの死後は、その軍勢を率いて、 尿明キラを攻撃し、平原を占拠した。部下を大切に扱い、また戦闘後の虐殺も行わなかったことから、民衆の支持を得て、その軍は10万にも達した。大行13年、落寿にて、長楽王を自称し、独自の言語として定中を立て、積極的に領土拡大を行った。煬代は、 節世紀に明治3万の軍勢で討伐しようとするが、東建徳軍の待ち伏せに相会壊滅した。こうして、河北のほとんどの地域が、東建徳の統治下に置かれることとなった。翌定中2年、東建徳は夏王を称し、古法と改元、8月には週二戦とした。古法2年、王世紀が要廃止皇帝を自称すると、東建徳もまた朝廷を整備していく。 後方四年、党の李世民が、王世獣の拠点である洛陽を攻撃すると、王世獣の要請を入れて、党県徳も出兵するが、コロ税ゼで、李世民の軍に敗れて捕らえられ、長安で処刑された。党県徳の処刑により、夏の残存勢力を中心として、名友のリュークが自立し、河北の混乱が続くこととなった。ありがとうございます。